中に足らない部分、回転ね、回転の中に足らない回転部分があって、それはココロちゃんはこう構えて、こうやって体操するんですよ。これが側屈、触っていい、閉じ、あの伸びる縮む、うん、はい、逆、伸びる縮む、これバックスイング、バックスイング、この動きがココロちゃんがかっこいいと思ってる選手たちはあるわけ。これがインパクト、バックスイングがタイガー・ウッズとか松山君には入ってるわけ。そうなんだ、ここでしょ。これに僕が書いて入ると通じる。で、これに入ると通じる。そう。でも、ね、高校ちゃんとか、あそことかダメで、こういう動きやってる。そしたら、イメージは縦感をちょっと入れちゃう。こういう動きやる。今の側屈っていうのはこの動きなんです。横ばか伸びて。そう。そうすると、ここがこうやって入ってくる。ここに全部伸びる。この感で、これ。これがインパクト。だから逆に言うと、あんまうまく叩いてるけど、結構無意識にこれが出てる。で、はい、やらなきゃいけない。家でやらなきゃいけない。だけど、こう。そしたら、左手、真下。顔下。右真下。顔を変えます。腰が右、左手。すごい。腰が動く。はい、これがほっ。はい、これ。時間入れるとこれが出るから、これやってみて、下の向きないですね。この手で全部終わってるんですよ。そう、全部終わってるの。だから私なんかね、軽くのこなんかこういう感じでしょ、こういう感じでしょ、じゃなくてパンってこういう感じで、すごい小さい。で、あとはクラブの遠心力は作ってくれるから、頑張るでしょ、前提ボックスでしょ、はい、はい、逆、バックスイング、鏡見て、はい、バックスイング、はい、インパクト、そう、かっこいいでしょ。ここどう、骨盤全部切り上がってる、バックスイング、こっち切り上がってる、インスタでやってたじゃん、こういうやつ、やってた、やってた、あれに近いの、スケート、そう、そう、バックスイング、インパクト、やってるのに使えてないですよ、縦のぶっこ、だから回転、トップボールたちが言う回転っていうのはこれのことで、背が高いし、アメリカの選手とか、王者の選手とか、その人が高いから、レギュラー深いわけじゃん、この足狭いし、よくはコーチ、じゃあこれで球を打とうって言ったらどうするの、横に回転したら触れなくなる。打てないでしょ。そう、例えばね、打てないでしょ。例えばこれで構え、これで近くの、これで打ったら縦にしか動けないでしょ。ほら縦に動いてんじゃん。ほら肩下がってんじゃん。そう、だからこれがいい動きだ。不思議でしょ。そうで、ポーン来たら縦にそう使うでしょ。こんだけ短い、だからここから起き上がるじゃん。こうやって、そう、横に動けないでしょ。そう、こんな右はこうやるしかないじゃん、うん、最後起き上がる、うん、そう、そういうことする。縦でしょ、体。今日の話は、あ、今までの回転よりも、私がイメージしてた回転よりも縦らしいんだ、ずいぶんと。そう、結構だから体まだ使ってない。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。